ぜ応募したんですか。もうそろそろ伸びてきたし。あ、伸びてきたと。いいな、全体。どういったリクエストですか今日は。もう好きなようになんで。任せると。はい。誰も。今恵子18歳です。18歳。はい。高校3年生です。高校生でいらっしゃる、はい、なんか非常にナチュラルな方でいらっしゃるんですが、ここまで全然似てて髪型変えたいんですけど、いつも同じような髪型になっちゃうので、はいはいはい、はい、ここ一番だとちょっとひるんじゃうわけですね。これおでこは上げてもらえます。あ、はい、あ、わかりました。綺麗なおでこをしてました。今日思い切って変えたいです。はい、決めたポイントは髪質。そうなんだよね。だってやっぱ癖毛の人ってね、はい、どうですか、ランランさんに選ばれましたよ。すごく嬉しいです。そうですか、はい、ランランさんにリクエストありますか。特にないですけど、イメージ通りにお願いします、はい、ランランさんのイメージ任せる、はい、ではノリさんは選ばれました、こちらどうぞ。選ばれましたよ、どうですか今の気持ちは。めっちゃ嬉しい。何でも OK って言ったんだよ。雰囲気がいい。雰囲気いいよね。勝間さんリクエストありますか。好きなようにして。お、身を任せてますよ。ランランちゃんご指名、高校3年の田島さん。ランランちゃんの手で華麗にイメチェンしたいそうです。勝間さんご指名、高校2年の北森さん。すべて勝間さんにお任せです。いよいよ生だらヘアカットフェア開催でございます。その前にですね、完成イメージ図を、はい、できました。まず一人一人見せていただこうと思います、はい、ではまず勝間さんから。はい、こんな感じです。どういった現時点での完成イメージ図。はい。おお、あれ動物みたいになってるじゃないですか。あの、非常にこの欲張りが多い世の中で、あの、何の欲もないって顔してるじゃないですか。動物で言ったら草食動物だと思うんで、はい、そのヤギか羊かコアラかパンダかその辺にしたいと思います。動物系でいくわけですね。このお団子2つがポイント。そう、これどうするか分かんないんですけどね、はあ、切りながら一応どんな動物にするか決めます。分かる、はい、でもなんか本人とそっくりですねこれ。そうなんですよ。似てますよね。ちょうどイメージレースを作ったんで。どうですか、こういうイメージになってますが。よく分かんない。ランランさんの完成イメージ図を、はい、こちら。音楽家を意識して、これは音楽家ですよ。おしゃれじゃないですかこれ。なんかね、向こうでも悩んでてね、本気なんだよね、奈々ちゃん。でもね、あの、あくまでも想像ですから。こうなればいいなっていう。技術は伴うか、あのね、頑張ろうか。どうですかこの絵を見て。あ、すごく楽しみです、ね、音楽家です。指揮とかこういうようなやる人。ここからが腕の見せ場。カットタイムでございます。よろしい、もうね、カットした方もおりますけれども。では、ハサミ入刀。OK!OK! いくわよ、もう。カットタイムでーす。じゃあ、まずは。あ、まずは溶かして、あ、本格的ですね。これ長いんだよな、前が。串で溶かしてから。ノブさん、これ何を。ちゃんと顔が出るぐらい、これ、どうやって、ここで眉なんですよね。まずちょっと、ちょっとずつ、こんな感じかな。あ、もうバッサリきましたね、前髪。なんかやっぱこう目が可愛いから目にかぶるっていうのが嫌なんですよね。目にはかけたくない。でこの長さでさっきこうおでこを出してたじゃないですか、はい、だからもうおでこがもともと出るぐらいの長さの方が可愛いと思うんですよ。さあ、じゃあランナーさん、まだハサミは入ってませんね。どうして切っていいのやら、どうしたらいいの。迷っ、この子に及んで迷っていられます。前髪なのか。髪を切るってのは一発勝負ですからね。一発勝負だよ。もう切ったら短くなったら長くはなりませんよ。よっしゃ、さあ束ねて。耳ついてる。大丈夫です。怖い。さあ思い切ってハサミ入れるか。長めにね。あ、結構長く取りましたね。持っちゃえばいいってね、これ。前の方から行きましたね。全然可愛いかな。ああ、また勝間さん、えらいカットします。あ、もう15センチくらい切りましたね。前髪ほとんどなくなっちゃいましたね。はい、可愛いんですよ、彼女。おでこがすごく可愛いんで。あ、なるほど、おでこがチャームポイント。ここをどんどん出してあげようと思ってるんですけど。あ、でも今の段階でも似合ってますね。皆さんやっぱ慎重ですね。慎重ですよ。やっぱ人の髪ですからね。ちょっとずつちょっとずつ切るところが誠実ですね。あ、こうやってラップで巻き、おお、やばい、立ってるよ。勝間さん、髪の毛立ってきてるよ、これ。ちょっと待ってください。あ、可愛い。可愛いでしょ。可愛い、可愛い。こっちの方が可愛いんですよ、絶対。すっごい可愛い。時代。ここ一周させよ、ここ。そうなんですよ。うわ、時代と逆行してませんか、これ。大丈夫。いいんですか、これ。はい。途中は変ですよ。途中は変ですよね。おー、ここさん、ここさん。ルイさん、ちょっと、ランランさんの今の状況、ご覧になっていただいて、どうですかね。あ、なんか素敵なラインが入ってるわ。これ、ラインが大事なのよ。音楽のラインだから。このライン。
音楽家ライン、まだそんなに大きくは変わってない。まさに合うのよ、あなた。こちらはあくまで慎重にちょっとずつ切ってますね。女の子だしね。かわいい。今まだ完成度は何割ぐらいですか。まだ全然ですよ。まだ全然。あくまで慎重なランランさんに。もう目が真剣ですね、ランランさん。わかんない、ここ。ここどうやってるの。こういう風にしたいの。さあ、ここまでの段階、プロの方にちょっと聞いてみましょう。いかがですかね、ここまでの段階では。いや、でも、あの、線はいいと思いますよ。あ、いい線いってると。いい線いってますよ。筋がいいというわけですね。筋がいいです。3人の中で一番いいです。なんですね。3人の中で一番筋がいい。3人のだけじゃな。付き合いたいじゃないですか。タイプ、ご自分のタイプなんですか、はい、こういう髪型を今作り上げて、こういう方を探してたんですね。こういう髪型今まで見たことありますか。いや、太陽ですね、史上初のような。お、ランランさんはもうドライヤーに入りました。カットは終了ですか。また乾いてから見て、乾いて最後に仕上げを行うと。いや、こちらの方笑顔を見えるとこからもね、満足そうなのが伺えますね。コインでは気持ちよくて寝ちゃう方なんて多いんですけど、目カーッと見開いて、皆さん一時も安心できないんで、もうハサミの動きをずっと見つめてらっしゃいますが、あれ、ランランさんちょっと似てきてますね。似てきてますよ。あれ、これそっくりじゃないですか。これ音楽家ですから。ああ、まさに絵の通り、いい感じになってきました。さすがですね。ああ、大変なことになってる。勝間さん、大変じゃないよこれ。大変、こういうんじゃないって。ここだっていいんですか、こんな言っちゃって。いいんだって。これどう見ても失敗にしか見えない。じっとしてて、じっとしてて。いや、あなた見えないかもしれないけど、大変なことになってんだよ。後ろ、後ろはこんなに言っちゃうわけですか。だって余計なものいらないじゃん。いや、だから紙質とかあるから。ちょっと当初の紙質とかあるから、ちょっと当初の構想から外れてきてますよ。お前さ、かなりいいよ。ちゃんと責任持って付き合えよ。彼氏できるまでは俺が面倒見るから。なんか違ってきてるんだよ。違ってないって何言ってんの。こっち最初の絵ともうそっくりですよ。お、なんか綺麗になってる。なんだなんだ。ちょっと頼むよ。生だらヘアカットフェア、いよいよ佳境に入っています。ご覧ください、各選手ハサミ。ああ、勝間さん、しばらく見の間にどんどん上がってきてませんか。この首とかがこう綺麗に見える。こう今まで隠してたんだよ、首を。なんか首も綺麗なの。綺麗なところをどんどん露出していく作戦だから。あ、首が綺麗だった。そう、いや、まだ完成じゃないからね。ランランさん完成ですか。完成。ランランさん完成。一番乗りです。ピンピン。何よ、そんな爽やかに。かわいい。ランランさんが終了です。あれ、これ D&B の人じゃないの。でもテーマは、テーマはそれ。じゃあ最初のテーマだったんですが、比べてみていかがですか。そのまんまじゃない。いいな。イエーイ。音楽家でしょ。ちょっとビートルズの年代入ってますみたいな。本人もいい笑顔で満足ですか。はい、すごく。うまく、うちに巻くもんだね。じゃあ立っていただいて。あ、かわいいな。かわいい。あれ、デビュー当時のイオちゃんみたいだよ。ああ、ね、イオちゃんの。その髪型。イメージ。昔。なんか本人の魅力アップしましたよ。イエーイ。うわ、いい笑顔だ。ランランちゃんの作品は音大附属高校に通う田島さんに合わせ、音楽家の雰囲気を見事に表現しています。はい。なんか。いいよ。やっぱりね。悔しいぐらいいいな。クラシックな感じが大事かななんて思って。なんかでも彼女にさ、もし彼女にこれを乗っけたらさ、ね、彼女さ、なんかもう、なんか遠くへ行きそうじゃない。彼女だからいいんだけどさ、そうなんか彼女にぴったりみたいな。でも最初の構想通り、イメージ通り。ピアノを弾きそうな感じがするじゃないですか。ください、この見事な襟足を。今前から見た姿ではちょっと安心なさってますが、後ろ見たいでしょう。では後ろ見せて差し上げます。いいですよ。こうなっております。できましたね。はい、後ろこうなってるんですよ。完成ですよ、それ。はい。いいじゃないですか。こうね、軽い感じするでしょ。青い。だから健康的なところを全部強調して、おでこが綺麗とか耳が綺麗なところを強調していったんです。勝俣さんの作品は北森さんのチャームポイントを全て前面に押し出し、とてもハッピーな雰囲気を醸し出しています。こちらの方とこちらの方ってちょっといいですね。あれ、いい感じじゃない。ちょっと横並んで通じるとなると、バランス、自然。そう、あー、なるほど。多摩川とかにピクニック行ってほしいんだよね。お弁当作って似合う。
行った方がいいよ。なんか美しい。